内回りは日の出インターで工事のため11キロの渋滞です。テレビやラジオに落ち着いた声とともに流れてくる道路交通情報、その舞台裏は、はい、道路上りが三鷹線と14キロでお願いします。放送直前までギリギリの戦い。さらに放送できない夢を見る、原稿用紙が白紙だったとか、普段は見られない道路交通情報が伝えられるまでに密着しました。訪れたのは道路交通情報の収集や発信を行う日本道路交通情報センター。そして今回密着したのは採用8年目でキャスターを務めている桑原萌子さんです。1日に1人が担当する放送はおよそ10本。桑原さんがこの日担当する最初の放送は午前6時55分からの NHK テレビです。おはようございます。失礼いたしました。一般道路で茨城県内の事故などの情報はございませんでしょうか。放送尺はおよそ45秒。限られた尺の中で視聴者が必要とする情報を取捨選択、手書きで原稿を作成します。選び方は事故などの障害の情報から取っていくですとか、あと長い渋滞の情報を取るというところから始めてます。箇条書きの原稿でして、はいはい、メモ書きでもうすぐ情報の変更に対応できるように簡単に書いてます。しかし放送まであと15分と迫ったところで、はい、まだついてないみたいなので、ちょっと新たに事故が入りました。ここ圏央道ですね。ここですね。ここの点が点滅してる、紫の点が点滅してるとこなんですけど、こういう場合は取材して事故ですかってことを確認してます。はい、他のスタッフとも協力して取材を行い原稿を更新していきます。出来上がった原稿の内容も共有し、いざスタジオへ。無人カメラが設置されたスタジオにはキャスターのみ。尺管理や NHK との音声確認も全て一人で行います。さらに、はい、中央道上りが三鷹線と14キロでお願いします。中央道上りは三鷹付近線と14キロ。はい、はい、ありがとうございます。はい、ギリギリちょっと情報の変更で入りました。首都高速道路の状況です。はい、圏央道が事故や工事のため渋滞しています。本番では見事な落ち着きで尺通り正確に情報を伝えました。ただ一息ついている暇はありません。すぐ後に今度は NHK ラジオが控えています。尺は1分半、テレビよりも長く伝えなくてはいけません。また準備時間までは限られているので、そうなんです。はい、次は25分の放送なので20分にはスタンバイしなくてはいけなくて、なのであと15分、はい、急いで撮ります。原稿も新しく一からの作成です。時間との戦いは続きます。圏央道の内回りの日の出インターの工事だけ持って入ります。はい、お願いします。ブースに入っても入念に下読みを行い放送に備えます。はい、圏央道の内回りが工事のため渋滞しています。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面に向かう内回りは日の出インターで工事のため昼間インターまで14キロの渋滞です。
日本道路交通情報センターの桑原でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。緊張しました。ラジオだとなんかまたちょっと違います。はい、違いますね。ラジオは尺もテレビよりは長いので、所要時間の情報ですとか、あと迂回路、並行する路線の情報を入れたりとかっていうことができるので、そういうのを入れ込んで丁寧に文章を組み立てることを意識してます。ラジオもテレビと同じく本番は自分一人、放送後には言い間違いがないかなど録音を確認する場面もありました。8年目で後輩を指導する立場にもなった桑原さん、お盆などの繁忙期や大雪や台風などの災害時といった忙しい時期が続くと、ある夢を見ると言います。放送できない夢を見るですよ。例えばこう原稿用紙が白紙だったとか、情報を取ってたのに何も見えない白紙になってたとか、あと放送ブースがすごい遠いところにあるとか、あとは当センターのシステムが全然動かないとか。本当に必要とされる情報を届けたいと、この仕事について年間2000本の発信を行う桑原さん。大変な局面を乗り切るモチベーションは視聴者やリスナーからの声なんだそうです。ありがとうっていうお声をいただいた時に、この仕事をやっててよかったなっていうふうに思いました。最後までご覧いただきありがとうございます。アベマニュースキャスターの辻歩です。これを機にぜひチャンネル登録よろしくお願いします。